はい、どうもこんにちは。今日はですね、地学なんですけども実は物理の授業をしていきたいと思います。地学のですね、地震という範囲を使ってですね、具体的にはですね、この相似曲線と呼ばれるものを使って屈折の法則ですね、まあ、前反射の一歩手前の臨界角っていう状態になってるんですけども、まあ、それらを使ってですね、幾何学的にちょっと見ていきたいなと思います。はい、では条件をね、設定していきたいと思います。まず相似曲線というのは何かということなんですけども、まあ、地震が発生してですね、地震が発生して、まあ、ここで発生したとしましょうと。で、観測点、ここがありますよと。で、観測点までに地震波が到達するまでの時間、これが縦軸です。で、これ横軸が震源からの距離ですね。まあ、本当は震央からの距離になるんですけども、まあ、地表付近でね、地震が発生したと考えてあげたら、もう震源も震央も一緒ですから、ちょっとね、今回も震源からの距離っていうことで、まあ物理の人用にやってますから、これでいきたいなと思います。で、当たり前っちゃ当たり前なんですけども、観測地点がですね、震源から遠くなればなるほど、到達時間は大きくなっていくんですよね。要するに比例関係にあるんですよと。ただ、どこかのタイミングでですね、まあこれで言うと、この震源からの距離が L になっている時なんですけども、この時にちょっと折れ曲がる、要するに早く到達するようになるんですよというわけなんですね。なおかしな話ですよね。地震波がここで発生して、距離が遠くなったらいきなり早くピュンって来ると。そんなことおかしいですね。まあ違う、なんかね、この地質がいきなり変わったとかやったらね、あるかもしれませんが、まあそんなことはないという設定でやっていますから、まあそれどうなんだろうってことなんですね。そういう現象が起こっていた時にですね、モホロビチッチっていう人がですね、なんでこんなことが起きてるのかっていうことを考えたときに、まあ、いわゆるこれが道路とかで言うとですね、下道を走ってる状態ですよね。なので信号機があって、ちょっとゆっくり進んでいてるような状態なんですね。止まって、ゆっくり、止まって、走って、止まって、走って。なので平均したらゆっくり進んでいてですね。ではなくて、じゃあ違う道のりがあるんじゃないかっていうことで、高速道路みたいなものがあるんじゃないかと。なので、下の層に入って、まあ、もうみんな分かってると思いますけど、地殻の下にマントルがあるんですね。マントルの層、方が、地震波が早く伝わってですね、高速道路みたいにピューッと来てですね、でいきなりそこからまた観測点に戻ってきます。地殻の方に戻ってきて観測点に来ますよ、ということなんですね。なので、この二つの道のりがあって、遠ければ遠いほど、このマントルを通った時の方が、地震波の進む速さが速いから、こういうふうに折れ曲がるんじゃないかっていうふうに考えてあげたんですね。なので実際に、まあ地球の内部構造ですね、調べてあげると、まあ、地殻マントルとあったというところなんですね。はい。なので、まあ、こうやってね、人工地震波を発生させてあげることによって、地殻がですね、マントルがどういうふうになってるか、地球の内部構造がどうなってるかってことを調べることができるということなんですね。他にもね、地球の内部構造を調べるっていうかね、現象から地球の内部構造が分かるっていうものがあるんですけどね。シャドウゾーンっていうのがあるんですけどね。またどっかのタイミングね、お話できたらいいかなと思います。はい、では見ていきましょう。純粋にですね、こう比例していく場合ですね、この点線ですね。なので、震源からの距離が遠くなれば遠くなるほどですね、到達時間が長くなるっていうのはもちろんですけども、まっすぐ震源から観測点に向かって進んでいるときですよね。はい、よろしいですかね。なのでこんな感じですね。じゃあ、高速道路通るときですね。マントルの層を通っていくときには、一旦下に行かなきゃいけませんよね。で、地震波って、結局はこういう方向にだけに進んでるわけじゃなくて、ここで震源になってるわけですかね。いろんな方向に出ていくわけですね。放射状に波が出ていきますよと。なので、その中で、例えば、下に向かって進んでいって、マントル中をさらに下に進んでいく地震波もありますよね。例えばですよ。今言ったもので考えてあげると、ここでこう来て屈折こうしていくやつってのは結局戻ってこれないんですよね。いけますか？戻ってこれないですね。なので少なくとも観測点に戻ってくるためには、反射はダメですね。反射は結局速度 V1 の層しか使ってないですから、高速道路使ってないですからね。なので少なくとも高速道路に入ってこなきゃいけないんです。なのでその時はどういう時かというと、臨界角の時ですよね。はい、こういう時ですよね。臨界角になった時っていうのは屈折角が90度で、ギリギリ屈折弧が存在してたんですよね。なのでこうやってマントル中を進んでいく地震波っていうのがありますよと。要するに高速道路ですね。速い速さで進んでいきますよと。で、こっからまた屈折していくんですよね。
なので、例えばこっからまた同じように屈折していくときもですね、結局は角度同じままですね、同じ、こっちの入射角が90度になってますから、次出ていくときの屈折角も結局同じ関係になりますからね、式は一緒になりますから、ここでこう、同じ角度で出ていたとしても、観測点に辿っていかないですね。なので、観測点に辿っていくためには、この同じ角度で考えてあげなきゃいけませんから、角度定義していきましょうか。入射角をシータとしておきましょう。入射角をシータとしてあげると、同じシータで出ていって、かつ観測点に戻らなきゃいけませんから、こんな感じですよね。この時ちょうど観測点に戻ってますよね。例えばここら辺でまたね、屈折して元の層、近くの層に戻ってたら観測点に届いてないですかね。ここでもそうですよね。なのでちょうどここで近くの層に戻っていけば観測点に戻っていきますよということですね。で、距離 L っていうのがどういう時だかっていうと、ちょうど折れ曲がる時ですから同時に到達する時ですよね。なので青色、近くだけを通ってくる時と赤色ですよね。マントルを通ってきた時にかかる時間っていうのがちょうど同じなのが距離 L の時ですよね。それ以降は高速道路の区間が長くなりますから早く届くんですよね。マントルの区間ですね。速さが速いマントルの区間が増えますから赤色の層を通った方が早く来ますよということですよね。はい。ではまずは屈折の法則を立てていきましょう。角度いいですかね。入射角が今回シータですね。ここですね。入射角がシータですね。で、ここが屈折口になってますかね。屈折波か。屈折波ですね。屈折地震波ですね。これの屈折角がちょうど90度ですね。臨界角の時ですね。なので、サインシータ分のサイン90度ですね。で、分母分子には同じもの同士が入ってきましたね。屈折率だけ逆でしたね。なので、サインシータの方が速さが V1。こっちの方ですね。サイン90度の方が速さが V2 ですから、V1 分の V2 ですね。で、サイン90度が1ですから、ここからサインシータについての関係式が出てきますよというところですね。はい。じゃあ、ここまでよろしいでしょうか。じゃあ、続いてですね、同時に到達するってことが分かっていますかね。青色経路と赤色経路で、ちょうど同時に到達するのがこの距離 L の時でしたから、その後は赤色の方が早い。その前は青色の方が早いということでしたかね。だから、同時に到達する時でした。なので、そこから、まず、時間ですね。かかった時間が一緒っていうことから考えていきましょう。はい。では、簡単な青色の方を見ていきましょうか。青色の方は距離が L ですね。速さがいくらになってるかっていうと、V1 の層でしたね。なので、距離割る速さで V1 分の L ですね。はい。では、続いて赤色の層を見ていきましょうか。赤色の層なんですけども、この長さまず求めてあげなきゃいけませんね。この長さ。この長さいくらかっていうことなんですけど、これ近くの分厚さが D なんです。いいですかね。で、ここが D なんですよね。で、ここが C なんです。求めたいのはここなんですよね。じゃあ、いけますかね。なんか点打っていきましょうか。ここを A としておきましょうか。で、ここを B としておきましょうか。で、水線を下ろしてあげて、直角三角形が今できてますけど、この水線の足のところを C としておきましょう。じゃあ、ちょうど、ここも θ ですね。錯覚の関係からここが θ と分かってますけど、求めたいのは AB ですよね。で、θ が分かってます。で、AC が分かってる。じゃあ AB と AC の関係ってのはこれコサインになってますよね。じゃあコサインシータイコールの形に直していきましょう。はい、じゃあよろしいでしょうか。コサインシータが AB 分の AC ですね。まあ AB 求めたいものですからそのまま。AC が D でしたね。なので求めたい AB は、辺辺 AB かけてあげたいですかね。AB コサインシータイコール D。あ、そう考えた方が早かったかな。斜辺 AB かけるコサインシータが D。それすぐ出てきましたね。そっちの方が良かったかもしれませんね。はい、AB コサインシータイコール D ですから、AB の値はコサインで割ってあげたいだけですから、コサインシータ分の D ですね。はい、なので、ここからここまでの長さがコサインシータ分の D、距離が分かりましたから、速さ、V1 で割ってあげたらかかった時間が出てきますね。なので、ここからここまでの距離を速さで割ってあげてかかる時間が出てくる。で、ここも同じですよね。同じ角度ですから、かかった時間は距離が一緒ですから、分かりますよと。で、まずそれも求めていきましょうか。距離がこいつですね。速さが V1 ですね。はい。じゃあよろしいでしょうか。コサインシータ分の D ですね。距離ですね。割る速さ V1 ですね。まあそれが、左側と右側、2つありますから2倍してます。あとはこの高速道路の区間ですよね。マントルの区間では速さが V2 で速く進むと考えていますから、そこからですね、ここのかかった時間を求めていきましょう。まあ、ここは直線になってますからね。この BC ですね。BC をこの L から引いてあげたらいいですね。で、ここも同じですよね。ここの垂線引っ張っておきましょうか。ここを見てあげると、ここの長さとここの長さ一緒になってますからね。なので、この区間の長さっていうのは、L から BC
引いてもう一回 BC 引いてあげたらいいだけですね。だから求めたいのは BC だけです。 BC はもうすぐ出てきますよね。ここが D ですから BC は D タンジェントシータですね。はい、ではかかった時間計算していきましょう。 L 引く 2D タンジェントシータがこの区間の距離ですね。この区間っていうのは速さ V2 で進んでますよね。なのでかかった時間は距離割る速さで出てきますから、はい、こんな感じですよね。距離が L 引く 2D タンジェントシータ割る速さ V2 で出てくるというところですね。あとはここでサインシーターが V2 分の V1 って分かっていますから、コサインシーターに代入したりですね、タンジェントシーターに式変形して代入してあげたりしてあげたらいいだけです。ただあとは計算だけなのでちょっと頑張ってやってきてほしいんですけども、サインシーターからねコサインに直すとき、同じくサインシーターからタンジェントに直すときっていうのはね、まあちょっと物理で使えるちょっとしたコツってあるので、それをちょっとね、ちょっと紹介していきたいなと思います。はい、じゃあやっていきましょう。サインシーターが V2 分の V1 ってことは、これ直角三角形使ったときにですね、サインシーターっていうのは斜辺分の高さでしたね。それが V2 分の V1 ってことは、辺の比がですね、斜辺が V2 で、高さが V1 になっているってことがわかるんですよね。ではそこから考えてあげると、底辺も出てきますね。底辺の辺の比っていうのは、これは三平方の定理を使ってあげると出てきますよね。斜辺の2乗を引く高さの2乗をしてあげたらいいですよね。それを平方根取ってあげたらいいだけです。OK ですか？なので、ここからタンジェント計算できますね。同じく、コサインも計算できますよね。だから計算としては、三角比の公式ですか？ 1 プラスタンジェント2乗シータイコールコサイン2乗分の1とかね。サイン2乗足すコサイン2乗が1とかね。まあ、そんな式を使わなくてですね。使わなくても、まあ、0から90度の範囲であれば、こういった直角三角形を使ったらですね、すぐ出てきますよということですね。はい、よろしいですかね。コサインが V2 分のルートですね。まあ、中の値。タンジェントシータがルート中の値分の V1 ですね。あとは求めたコサインとタンジェントをそれぞれ代入していくというところですね。結構タフな計算ですね。まあ、ちょっと時間を切りましてですね、頑張ってやってみてください。どうぞ。はい。では、計算していくとね、こんな感じで、この地殻の厚さ D っていうのが計算できるというところなんですね。まあ、ここ、コサインとタンジェントの値をまあ代入していただけです。で、ルートを V2 の2乗引く V1 の2乗。ちょっと書くのめんどくさいんで、もうルートの中身はこのちょんちょんで表してます。ちょんちょんでね、表してます。まあ、一つ目はそのまま代入しただけですね。で、二つ目何したかっていうと、ここですよね。V1 分の、そして V2 分のってなってますから、全部ね、V1、V2 をかけていきました。じゃあ、ここ V2L になるんですね。で、ここ V1L になってるんですよね。なので、L でくくっちゃいました。なので、V2 引く V1 かける L ですね。はい、ここも V1、V2 かけてますから、V1 なくなって V2 の2乗になったんですね。で、ここはマイナスがついてて、V2、V1 かけましたから、V2 が消えて、ここは V1 の2乗になったんですね。で、これルート分の 2D までは同じ形になってますから、ルートちょんちょん分の 2D。これが共通因数になってて、こっち V2 の2乗になってましたね。なので V2 の2乗引く V1 の2乗になってましたね。引く V1 の2乗という形です。はい。あとはここから D イコールっていう形にしていきます。D イコールの形にしてあげたとき、まず2で割っていきますから、2分の L ですよね。ここまではいいでしょう。で、まず分子にあるね、V2 の2乗引く V1 の2乗で割りました。じゃあこれ V2 の2乗引く V1 の2乗っていうのは V2 足す V1 かっこ V2 引く V1 になってますから V2 引く V1 が消えるんですよね。なので分母が V2 足す V1 でルートのちょんちょんはそのまま分子に来ました。でこれもうちょっとまた式変形できるんですよね。V2 足す V1 っていうのがルート V2 足す V1 の2乗になるんですよね。いいですかね。ルート V2 足す V1 の2乗なので、V2 足す V1、V2 引く V1 の掛け算になりますから、V2 足す V1 がお互い消えてですね、分母にあるやつは V2 足す V1 の2乗ですから、1個だけ残ってくる。分子にあるのは V2 足す V1 かける V2 引く V1 ですから、V2 足す V1 が消えて、V2 引く V1 になりますよということですよね。はい、よろしいでしょうか。なので、地殻とマントルでの地震波の伝わる速さっていうのが分かったら、そして到達時間が一緒になるときですね、その場所が分かってしまえば、この地殻の厚さっていうのを計算することができるんですよということだったんですね。で、これを発見したのがモホロビチッチという人でしたから、この地殻とマントルの、この
接触面っていうんですかね、不連続面っていうんですけども、ここの不連続面のことをモホロビチッチ不連続面って言ったりするんですね。はい、よろしいですかね。今日は物理だったけど実は地学の話、地学だったけども実は物理の話ということでした。興味深い内容だったとは思うんですけどね、物理を使ってですね、地学っていうことを勉強することもできるし、逆に地学を勉強するためには実は物理が必要だったりっていうことも、あるんですよね。なのでこういったことでですね、いろんなことが他の学問とつながったりだとかしていますので、いろんなところにね、視野を向けてこれから勉強していってくれたらなと思います。興味深かったでしょうか、楽しかったでしょうか。はい、それでは失礼します。さようなら。最後まで聞いていただいてありがとうございました。